くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さらちゃん、見てるくるぶしです。そうですね。あ、オッケー。すごいシンプルにいけますね。今日はももちゃんじゃないですか。いや、ほんまにね。今日もうええから。だいぶ言わったしな。あの前回の動画で、うん、はい、えらいもんが投下されたということですね。いやー、アコギ一本で歌ってる人の曲だと思えない。くるちょもチャンネル。うん、こういう路線の、いきなりのミクスチャーに。俺はね、もともとね、バンド始めた時ぐらいやってた音楽がまさにああいう感じだったんで、肥やしに肥やした畑を今出荷するみたいな。声質とかも今まで聞いたことない感じで、そうだね、うん、そうだね、いやなんかポップスとはやっぱり違う感じで、いや、ね、いやいいなと思いました。今回あのこの PPL、うん、タイトルはペテローション。あ、そうですよね。いや、俺最初見た時、パープルかなと思ったんですよ。呼びました？何だろうと思って。で、歌を聴いて、あ、あれね、と思ったんですけどね。うん、ね、今回この曲は、チョモちゃんが。あの、勝手に作りましたね。そう、びっくりした。いきなり。何の相談もなしに。いきなり送られてきて、もう、オケも歌も入ってる状態で。ドゥ、ドゥ、ドゥかな。なんなら、もう PV もできてたから、と思って。全部勝手にやった。もう 85% ぐらいできた状態でもういただいたから。でもやっぱね、うん、くるちゃんがね、やっぱそこにね、さらに命を吹き込んでくれたわけですよ。そしてあの感じ、やっぱもう、もうね、やっぱ俺の引き出しにないことをバンバン入れてくれるからね。いや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 。初めてやりましたけどね、デスボイとか。真骨頂見たね、入れくるぶしの。ライブ中のね、あの感じだったね、普段からもやってそうな感じだもんね。そうだね。バリバリジュークとかが好きだったから。今回この曲、歌詞に込められた思いというか、ここ気に入ってんだぜみたいな、あります？配信とかまでちゃんとチェックしてくれてる人ならね、うん、覚えてるかもしれないんですけど、はい、くるちゃんが、うん、もうここだけはちょっと突っ込みたいって言ったワンワードがありまして、はいはい、エネマグレーション。新しい言葉やこれ。エネマグレーション。ありそうだよね。そうそうそう、なんかもう元から。いや、僕はあれらくるちょもといえばね、エネマグラが始まりましたから。ねえ。もう最初さ、二人で飲んで YouTube やろうぜって話になった時、まずエネマグラ入れてみるかっていう話から始まったから、そうだね、やっぱりくるちょもチャンネルはエネマグラに助けられてる部分が ね、エネマグラとももちゃんにね。込められた思いっていうのはですね、うん、やっぱその2人のことをですね、うん、いっぱい歌ってるんで、なんかもう始まりの時から歌ってますね、うんうん、2018年の12月に2人で飲んだ時のことから全部込められてる感じですね、うんうん、ほうほう、ね、俺書けないこんな歌詞、それをああいうビートに乗せるっていうのも俺にはないからすげえなと思う。やっぱ畑が違うからこそ今回こういう感じでできたな。いやね、いっぱいね、うん、いっぱい見てもらえたらいいですね。ねえ、うん、エネマグラももっと見ろよ。本当だよ。意外とちょっと伸びてるけど。全部含めて我々ね、うん、くるちょもチャンネルなので、うんうん、全部愛してもらいたいなと思いますけどね。確かに。今回僕最後ちょっと作詞もちょっとさせていただきました。そうね。まあくるちょもにこうゆかりのある言葉を、叫ばしていただいたんですけど、うんうん、まずサナちゃん、サナちゃん、イエーイ、トレーナーださい、ドキューン、モモちゃん、マーさん、ヨシコ、大敬遠、ダイということでね、個人的にはちょっと気に入ってるというか、特にマーさんあたりはちょっとね、やばい。いや俺らはね、うん、モモちゃんにこうフォーカスが行きがちやけど。うん、まーさんにも助けられてるからね、すごく。まーさん会いたい。まーさんとコラボしましょう、ぜひ。この曲、みんなにね、たくさん聴いてもらいたいんで、一度と言わず、二度、三度、ね、四度、五度、動画回してくれたら、本当に。チャンネル登録もちゃんとしてもらってね。気づいたね。ここなんかちょっと、いつもと場所違います。俺ここに来て2時間ぐらい経つ。もうなんか違うなって一応言っときますね。ここはついに、はい、くるちょもチャンネルスタジオが、お、素晴らしい。都内某所、南
港区某所に、情報スタジオにね、いっぱい使って、これからも。ペペロウショー、君は優しく塗れる。これからもぜひ、アナルに入れたい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今回は、グッチョボッチャンで、MV の、はい、ライナーの素敵な動画と、グッチョボスタジオが完成したという報告、動画でございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしく。左乳だけ揉ましてもうもう普通には帰れない。あ、話的には、うん、これ最近にします。話それか、あ、なんか変わりましたねから入っちゃいます。あ、さっきこっち行こうか。行こうか。